県警の一連の不祥事をめぐって、県議会では強い調査権を持つ百条委員会の設置が検討されています。県議会の最大会派、自民党県議団の動向が注目されますが、県議団は今日の総会でも結論を持ち越しました。県警の一連の不祥事をめぐって、県議会の会派の一つ、県民連合が不祥事の全容を解明するため、調査権を持つ百条委員会の設置を求めています。これについて、各会派で委員会を設置すべきか話し合っています。最大会派の自民党の動向が注目される中、県議団は今日も総会を開き話し合いましたが、結論は持ち越されました。なぜ百条委員会を設置しなければならないのかというご意見、なぜ百条委員会の設置はしなくてもいいのかというご意見、この両方をばしっかりと聞いて、当然県民の皆様方にそのどちらになってもそのことのご説明ができるような、そういう取りまとめしかないと思うんですね。自民党県議団は来月上旬にも総会を開き、再び協議する予定です。